第18節、対象実験。理科の実験は厳密でなければいけません。どのようなことに注意するべきでしょうか。いつものように問い1をやり、引き続き問い2をやってください。問い2を一緒に考えてみましょう。 アルカリ性の BTB 液に息を吹き込み、中性緑色にした試験管を一本用意し、その液に水草を入れ、光に当てると青色になりました。そこで、秋人くんは、光合成では二酸化炭素が使われる、と結論しました。 それに対し、ゆうまくんから、光合成は関係なく、光を当てたからということでもいいのではないか、と反論されました。それに反論するにはどうしたらいいでしょうか。水草を入れない試験管も準備し、光だけを当ててみればいいですね。括弧に、つぐるくんから、 光合成は関係ないだろう水草を入れれば水は青色になるんだよ。と反論されました。それに反論するにはどうしたらいいでしょうか水草は入れるが、アルミ箔で覆って光が当たらないようにし、光合成をさせないようにすればいいですね。試験管を 一本だけ準備し、光を当てただけでは、その色が変わるのは、光合成によると結論づけることはできません。他の条件を同じにして、光を当てない試験管、水草を入れない試験管も準備する必要があります。ある実験を調べようとするもの、以外の条件を、 すべて同じにして行う実験を対象実験と言います。テキストから離れて対象実験の説明をもう少しやってみます。新薬、新しい薬が発明されました。病気の人にその薬を飲ますと病気が治りました。その時、 その新薬は病気を治す効果があると結論づけていいでしょうかダメなのです。病は気からというのを聞いたことがありますか病気は気持ちの持ちようだよという意味です。人間はこの病気は治らないと思うと治らず、治ると思うと治ることがあるのです。それで本当は 薬の効果はないのに、薬を飲んだから病気は治ると思ったために治ったかもしれません。そういう時には、偽の薬を飲ませるグループを作ります。ブドウ糖などで作ります。他の条件は同じにして、その偽の薬で病気が治るかどうかの実験をするのです。 このようなのを対象実験というのです。それでは問い算をしてください。これでこの説の説明を終わります。